佐藤健＆松岡茉優、ピーナッツの恨み。映画人世の公開記念舞台挨拶が行われ、佐藤健さん、鈴木亮平さん、松岡茉優さんらキャスト5人と白石和也監督が登場しました。この作品はある事件によって別々の人生を歩んでいた3人の兄弟が再会する物語。キャスト陣が激しくぶつかり合うシーンも多く、松岡さんが佐藤さんにピーナッツを投げつけるシーンもあったそうですが、何回目かのテイクで佐藤さんの髪のここにピーナッツ、あ、やっぱり入りましたでしょ、あれピーナッツ NG 出たんですよ。やっぱちょっとピーナッツ気になるって言って、あれ NG でもう一回撮ったんですけど、使われてんのはピーナッツカットだったんで、ね、やっぱもうピーナッツがついてるのが最高に可愛くて、だから僕もその倉之介さんにこうキックした時は、終わった瞬間に、すいません大丈夫でした、これが普通あるんですけど、ないのよ。あれ言いませんでした？あ、全くないのよ。むしろなんか怪訝そうな顔でこうなんか戻っていかれてた